ルーカス・エドワード・ニールは、オーストラリア・シドニー出身の元同国代表のサッカー選手。ポジションは DF。1994年から1995年まで、オーストラリア国立スポーツ研究所に、サッカーの奨学金で所属していた。1995年11月、イングランドのミルウォール FC で、プロキャリアをスタートさせた。 2月17日のルートンタウン FC 戦でデビューを果たし、その後6年間所属し、174試合で13得点を記録した。ニールはミルウォールに最も長く在籍したプレイヤーであったが、移籍を希望し、2001年9月、ブラックバンド・オーバーズ FC に移籍した。開幕戦のサンダーランド AFC 戦でデビューを果たし、ボルトン・ワン・ナラーズ FC 戦で初ゴールを決めた。 その後右サイドバックとしてレギュラーを獲得した。2006年8月4日、ブラックバーンはニールとの契約を更新しないことを発表した。2007年1月、ウエストハムユナイテッド FC と契約をした。2007年2月、ワトフォード FC 戦でデビューを果たす。2009年9月17日、エバートン FC に1年契約で移籍した。2010年1月13日、 ガラタサライに1年半契約で移籍した。わずか4ヶ月で、エバートン対談となった。契約終了後、2011年8月19日、あるジャジーラクラブへと移籍した。2013年8月18日、大宮アルディージャに加入したが、同年末をもって対談した。2014年2月24日、ワトホード FC に加入。しかし、出場機会に恵まれず、 3月27日にドンカスター・ローバーズ FC にレンタル移籍した。1996年10月、オーストラリア代表としてサウジアラビア代表戦でデビューを果たした。ハリー・キューウェルに次ぐ2番目に若い18歳と7ヶ月でのデビューとなった。2000年には U-23 代表としてシドニーオリンピックメンバーにも選ばれた。2005年11月16日、 2006FIFA ワールドカップ予選の大陸間プレーオフールグアイ代表戦では勝利に貢献しこの試合のマンオブザマッチに選ばれた。2006FIFA ワールドカップでは4試合全てに出場した。ベスト16のイタリア代表戦ではロスタイムにファビオ・グロッソをペナルティーエリアで倒してしまい PK を与えてしまいチームは敗退した。 2006年10月から代表の第50代キャプテンを務めている。2013年6月11日の 2014FIFA ワールドカップアジア4次予選、ヨルダン戦で代表通算90試合目の出場にして代表初得点を挙げた。しかし代表での活躍とは裏腹に2012年にあるジャジーラを退団してからは所属クラブをコロコロと変える影響を アンジェポステコグル監督から危惧され、ついにはキャプテンの座を剥奪と同時に 2014FIFA ワールドカップの予備登録メンバーからも落選する結果となった。長年の恋人であるリンゼイ・モリスとの間に男女の双子の子供がいる。ありがとうございます。